はい、どうも皆さん、こんにちは、UFO 高校です。本日は、マリオカートデラックス8、プレイしていきたいと思います。それでは今日も、そうですね、日本か世界かでちょっと悩むところではあるんですけど、じゃあ、世界の人たちと対戦していきたいと思います。はい、それでは今日もマリオカート5戦実況やっていきたいと思います。まず第1戦目ですね。1戦目はキノピオハイウェイということで、結構ね、すぐ、レースが決まってるというか、なんて言うんですか。あ、やべやべ、間違えた。あれ、ちょっと待って。やばい、ちょっと待って、やりにくい。あれ、やべえ、全然スピードが出ねえ。うわ、選択ミスかな、いきなり。とりあえず、走ろう。あー、間違えた。タイミングを間違えた。危ねえ。危ねえけど、ちょっとこれいきなりタイミング間違えてる。あれしにくいや。ドリフトか個人的にしにくいな。あ、れ？あー、間違えた。ひとまずなんか頑張って上がってるような感じはするけど、なんかあんまりこう、ドリフトの感じとかがしてないから、あれだな、ちょっと、伸びてない感触なんだよな。スターだ。よいしょ。じゃあ使うか。せっかくだし使うか。よし。のけのけい。スウェーデン倒したいな。めっちゃスレスレいってるけどね。ちょっとこれ、セッティングし直した方がいいな。後々。なんか走りにくい、個人的に。とりあえず、まずは進みましょう。ひたすら。よいしょ。とりあえず前へ進もう。ひとまず前へ進もう。ここ大事だからな。いや、辛い。してやったり。あ、やべ。よし、決まった。おお、危ねえ。にやり。あ、やべ。やべ。うわあ！え？3位！地味なレースになったな、ちょっと。ちょっと地味なレースになったな。セッティングし直します。すいません。ちょっと待ってください。はい、それではセッティングし直しまして、2戦目ですね。ネオクパシティかな？やっていきたいと思います。すごい雨だな。今日、今やってる時間帯も、いや、雨降ってる時間帯なんですけど、すごいな。あ、こっちやりやすいわ。あ、すごい、すごい走りやすい。オッケーオッケー。あ、すごい、あ、やべ。間違えた。やべ。大きく曲がっちゃった、大きく曲がっちゃった。あ、よかったー。あ、結構こっち曲がりやすいね。ああ、やべえ。どうなってるこれちょっと、やばいな、ややこしいな。結構、いいね、曲がりやすいね。いいね。よし。ここ結構大事にしていこう。とりあえず、ここちょっと投げたい。あ、ダメだ、防がれた。ひとまず一個大事にしていこうか。前一個大事にしていこうか。あー、取られちゃった。大丈夫だい？とりあえず一個大事にしていこう、ここは。なんでや、今。今のなんでや。今の何が起きた？結構ね、こういうとこが大事だったりするからね。
まあこれはしょうがない、当たってもしょうがない、当たってもしょうがないところではあるんで、今のはもうちょっと我慢のところかなと思います。そうですね、ちょっと待って、今思いっきりブーメラン当てられたんだ。とりあえず前行って倒そう。そうだね、これで結構前とか詰まっていい感じになってきた。トール、トール当てられる、もうそれしょうがない、トール当てられるのは正直言ってしょうがない。今のはちょっとスレスレ狙っていくあたりやばいな。ああ前が、いや一個がどう出るかな、これ。うわ、緑コーラだもん、なんかもんな、やばいしょっぱいんだよ、終わり方がしょっぱいんだよ。それじゃあなんで俺やねんそれじゃダメだよ、それじゃあ。中盤良かったね、中盤は良かったんだけど、さあ3戦目サンシャイン空港をやっていきたいと思います。まあレース的にはあんまり悪いレースではなかったんですけどね、1回2回目ともにね。あ、スタートダッシュ結構良好、まずは確実に1個は取っていきたいところ。はい、なん？やりやがったね、いきなり。まず1個1個は大事にしていこうか。はい、からの巻き返し大事よ、結構。なんで1個やねー。まあまだ前が詰まってるので、前との差がそんなに開いてるわけではないんで。は？ちょっと待ってねー、何やってんの。うわー、コーラ持ってかれたし、暗いやけくそだな、なんか。まず大事なのはやっぱ一個一個アイテムを取っていくこと。なんか起きろ、スターでももらってこい。なんで赤コーラやねん。は？え？なんかちゃっかり取られてやんの。ちくしょう、おう、あ、タイミング間違えた。完全に押すタイミングを見逃してしまったな。ここは無理せず取っていこうか。なんか自然と降下し、もうなんなー？タイミング悪っ。後ろからずっと追突されねえから怖えな。後ろから追突されねえかがすごい心配。なんかタイミングが悪いね。とりあえずまずは進もう。赤、なんかやっぱキノコでも一個でも使っとって。ああ、これきついな。あれはメガホンだね。タイミング悪い。いかなんぞ関係ねえな。結構、いい感じでいってるからな。は？は、許さん、マジで。てめえら覚えとけよ、お前。は？え？いやさ、あのジャンプ台のところで雷打たれたらどうしようもないじゃん。無理だよ、あれは。え？ 2 位まで登り詰めてたのに？そりゃ落ちますよさあ4戦目、骨骨砂漠やっていきます。なんかここ3戦2位5なとね、なんか落ちてるね。次こそぶっ飛ばしていきたいですよ、ぶっ飛ばして。まあ本当にね、てめえらこの野郎っつって、こ
この野郎っつってな、やっていきてえっすよ、ほんとに。どっちだ、よし、おう、くらえ、まず一つ取る。まあ、二つ取られなかったところは結構ラッキーなのかもしれないけど。よし。結構ここ大事になってくるね。しっかりやっぱ守りながらも、おーっと、カロン、甲羅で引いちゃった。はっ、お前ら全員まとめてやってやるよ。ここはマジで一つ。まず一つ。一つ大事にいこう。一つ一つをまず大切にいこう。とりあえず二つ。はっ、くそ、やり、おい、くらえもんやろ。え、ちょっと待って、うわー、なんで取れないんだ。やべやべやべ、ちょっとイカ地味邪魔な。うわー、やばいな。おい、なんか一人だけおかしいのおるぞ。ちょっと待って、なんで一人だけおかしいの。間違えた、ダメ。やばいよやばいよ。よーし、こっちとか取れんのか。やばいな、後ろ来てるな、後ろ来てるな。うわー、なんかブレーキ効かない、なんかドリフトあんまり効いてないね。なんかどん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 ひどくなってるよ。やばいな、どん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 ひどくなってるな。よし、それでは5戦目、どこだっけ。すいません、もう場所忘れたんですけど、改めてあのマシンの方も変えまして、今度こそ食い込めるようにいきたいと思います。危ない危ない、なんで11位でそれなんだよ。ちくしょう、いかんなー、いかんよなー、やべえ、ドベになっちゃった。大事にしたいね、ここは。よし、オッケー、まず2つ。あ、またキノコだ。ここどうするかな。よいしょ、こうだっけ。おー、できた。はっ、うわー、許さん。はっ、いやー、マジ調子に乗られとるわ、やばいな。苦しいね、こういうところをやっぱよ、なんかやられるとね、すごく苦しいっすよ。取れる、オッケーオッケー、一つ一つ結構大事だからね。よいしょ、そうだね、一つ一つは結構大事になってくるからね。そうだね、とにかくこう一つ一つのそのルートというのを大事にしていきたいっす。まあ、それは関係ないので。あー、最悪。なんか当たってくんねえかな。あ、でもそんなに前との距離が離れてるわけじゃないから、ワンチャンいけるかも。いや、調子に乗るって怖いな。もう、とにかくここは前との距離をひたすら詰めていきたいですね。
大事に大事に生きながら、一つ一つに。なんか微妙だな。よし。よし。ここは大事。キノコ。キノコ。俺ち、ダメか。最後盛り返した?盛り返したんだろうかね。どうなんだろうね。どうだろう。ということで。いや、終わり方がすごいなんか、渋い感じで終わったんですけど。本日はこんな感じで終了にしたいと思います。また、次回の動画でお会いしましょう。では、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。